海品館マリンセンターハウス会、品館マリンセンターハウスは、愛知県蒲郡市港町にある博物館、資料館である。1996年7月27日に開館し、1997年に6万人、1998年に5万7400人の利用者実績があった。蒲郡市の海辺の五館の一つである。 1927年に建築され1982年まで診療所として使用していた同市、宝町の建物を1995年12月から半年かけてアメリカズカップ日本チャレンジ定の我慢氷ベースキャンプ隣接地に移築したもの。これに際し、平成8年度の我慢氷町並み景観賞を受賞している。移築に際には博物館、明治村の指導を受け、 外観はそのままとした。内部は大幅に変更し、シーフードレストランやアンテナショップヨットのクラブハウスアメリカズカップの展示室が設けられた。港側には屋外ラウンジとボードウォークが作られ、海の雰囲気が満喫できるようになっている。ちなみに、アメリカズカップは1988年から2000年までの12年間で計3回挑戦した。ありがとうございます。